はい、こんにちは、トモ藤田です。今月ギターは1日にしてならず、なんと22回目を迎えました。これも本当に皆さんの応援のおかげだと思います。本当にありがとうございます。今回は礼儀正しい運指なんやそれってみんな思いますけどね、ちょっとだけまあ、ギター以外のことでもですね、僕はいろいろお話をするんですけども、ギターマガの方にもですね、僕と横山健さんの出会いのこととか、いろいろその礼儀正しさについて、そしてそれがどうして人生を切り開くか、そういうの理由も書きましたので、本誌の方を皆さん読んでみてください。楽しいと思います。ね、これも本当にインスタグラムとかのおかげで、いろんな人、本当に有名な、ね、大スターの人とお友達になれて面白いですね、インターネットは。で、運指についてもですね、インターネットはちょっと面白いの、いろんな情報がいっぱい入るので、僕の今教えてるこのトピックはですね、本当にシンプルな内容です。どういう内容かというと、まずは予言と三言しか弾かない。で、今までは皆さんご存知のように、僕は演奏能力開発エクササイズという、ビデオ DVD を作りました。その後いろんな、耳と感性でギターが弾ける本とかいろいろ作ってですね、まあ細かいことやったんですが、本当に年々いかにシンプルなことが大事か、本当に礼儀の正しさも運指から出ると思うんですね。まあ、でこんな感じで、まずですね、どのようにやるか、まずはメトロノームなしです。ほら、皆さんどうしてもテンポでやった方がいいと思われますね。それが実は良くなくてですね、テンポのない方がいいんですね、なんかタイミングのために。だからまずはメトロノームない。次に弾かれたことに対しての責任感というか、ノイズ、弦のノイズ、開放弦のノイズ、いろいろありますから、そういうノイズを出さないことですね。で、全てダウンピッキング、これもですね、これもね、気をつけないとバークリーでも教えるときに、はい、やってみましょうというとすぐに皆さんもうこうなっちゃう、ね、なぜかというと、結構簡単に弾けてしまうというのもありますけども、ポイントが分かってない、全てダウンアップだと思われていることとか、テンポが大事だと思われる。だからテンポは大事じゃないんですね。わかります？で、弾いて、すべてダウンピッキング。で、こうなったらダメですね。今のスライドしてるんで、スライドしちゃうとノイズが出ます。そうかといって、こうなってもダメですね。そしたら、次行くときに、またオープンの音になったりしますから。だからまず、ここでミュートのことが出ます。だからギターは本当難しいですね。右手の手のひらこの辺りですね。で、6弦5弦を軽く触る。だから例えばこの、共振しますね、ギターっていうのは面白い。とか、強制しますね。だから強振しないように右手で手のひらでこうミュートするわけですね。次に左指の1と4の指のでもミュートできます。なのでこういった時点でも1弦2弦3弦は1の指の裏側でミュートされてるわけですね。だから本当に難しいのは、ゆっくり弾いて 4の指を伸ばす。で、伸びてる間に1の指とすり替えて、ノイズが全く出ないで次の音に行く。ですからサウンド的にはこんな感じですね。わかります？テンポじゃないでしょ？なぜかテンポを省いてるわけですね。テンポ省くから上手くなってるわけです。テンポでやっちゃうと普通すぎるわけですね。こんな感じで、で
今回は5フレットから1の指が5フレットから9フレットまでいきましょう。ですが小指が、ね、8フレットから12フレットに行く感じですね。これで十分です。で帰り、あ、ごめんなさい、もう一つ大事なのは4弦と3弦やる理由は親指の位置がちょうどネックの真ん中になるからやるわけですね。だからといって僕はロックの人の弾き方が悪いと言ってるわけじゃないんですね。ロックの弾き方は一つのやり方なのね、スタイル的に。でそれをする人でやっぱり癖になっちゃうと良くないと思うので、僕は皆さんに親指を、ね、真ん中にして普通に何ていうんですかね、この綺麗に弾く練習で、これができて親指ができる。それがまあ僕の生徒だったジョン・メイヤーですね。かなりあのこういう細かいとこを教えたので、彼は本当にそういうとこができるから今もどんどん伸びるわけですね。そこがすごいところですね、基礎のできてる人は。なのでこんな感じで、伸ばしますね。ノイズ出ないで次の音に。ギターのトーンはフルテンです今。でギターのボリュームは8ぐらいですね。で4弦と3弦されるといいと思います。4弦3弦するとちょうどあの親指の位置がネックの真ん中になる感じですね。でちょっとソフト気味にいく。今度は1の指をちょっと伸ばして4の指も伸ばして1、なんていうかと3、2、1の指が次のポジションに行かなきゃいけないので、だから4の指にすり替えたときにちょっと時間かけるわけですね。これすごい大事ですね。ごめんなさい。だからこんな感じで、だから今みたいな感じで、そうですね、3弦と4弦をゆっくり5フレットから今。なんか5分から10分ですね。なんで多くても10分以上しない方がいいと思います。なぜかというとすぐには上達できないので。これぐらいゆっくりですね。今ちょっとゆっくりでテンポになるべくやってます。今4の指もやった時に 3、2、1がちゃんと弦の上にある感じでちょっと力抜いて次のポジションに行く。でノイズが出ない。で今度下がります。で4の指がつく。4の指がついたら 3、2、1 を次のポジションに持っていきます。それができてから動かします。だからテンポでやらない方がいいですね。正しい運指なんですよ、これね。でこれができると本当に、伸びます。だから今月はこれをやってもらって、また感想などをこの下の部分に書いてもらうととてもありがたいです。それでは皆さん、今月もギターは一日にしてならず、友藤田の22回目のレッスンになりますけども、よろしくお願いします。それではまた。